XLR125 ですねの紹介です。多分99年度最終だと思います。はい、で XLR の、中ではですね、ちょっと私が驚きだったのが、なんとセルなんですね。セルです。まあ、セルだからなんだっていう言われたらちょっと困るんですけど、セルのいいところはですね、例えばオフロードを走って急坂で止まってしまった、エンストしてしまった、もう斜めになったところでエンジンかけなきゃいけない時に、キックよりもセルの方がかけやすいです。キックでかけようと思うとニュートラルに入れて後ろから誰かに押さえてもらわないといけないんで難しいと思います。あとは下までズルズル下ろしてからかけるとかですね。で、走行距離が非常に短いです。9022キロという周ですね。とてもいいと思います。でエンジンの作動音、非常に滑らかなので、まあ、この距離は実際の距離なんじゃないかなと思います。で、フロントタイヤまだひげありですね。まあまあ、かなりバリヤマと言っていいと思うんですけども、リアタイヤはだいぶ減ってます。でシートがすごく綺麗です。張り替えたのかなって思うぐらい綺麗ですね。まあ張り替えてないと思うんですけども、はい、ダミーのショートレバーがついてます。非常に滑らかで燃費も良さそうな感じですね。さすがホンダっていう感じですね。もうなんか私がいろいろつべこべコメントするまでもないっていうような出来です。なんだろう、このエンジンは僕にはFTR とかのエンジンをちょっとちっちゃくしたように見えるんですけども、ちょっと詳細は不明ですね。特に FTR のエンジンだったりして、それはないと思うんですけど、じゃないですね、XLR のエンジンですね。まあ、逆にキックがないんで、キックが欲しかったのにっていう人にとってはあれかもしれないんですけども、車体も、傷とかはあるんですけども、そこそこ綺麗です。なので、まあ、XLR の125、私が言うのは何なんですけども、非常に高いです。今出してる金額あると思うんですが、通常仕入れ金額あれより高いんですね。なのでうちで XLR120 を扱うってことはこれが初めてで多分最後になるかもしれないんですけど、非常にお買い得だと思います。で125のオフ車がなんで高いかっていうと、海外行っちゃうんですね。海外の金持ちが買い漁ってます。タイとかミャンマーとかですね、アフリカとか。だから国内の需要に対して供給が少なくなっちゃうんですね。そんな中でようやく入った125です。125のオフ車です。災害時にも役に立ちます。普段の、ランニングコースですね、任意保険も安いです。なおかつ災害時にはですね、道路ががれてても割れてても、人が倒れてたり車が事故ってたとしても、2人乗りでそれを突破することができます。なので燃費も良好、125なので多分最低30は行くでしょう、予想です。SX だと40以上行くのは確認してますけれども、おそらく同じぐらい行くと思いますね。なので、とてもエコで経済的、なおかつ、災害に対しての備えにもなるというオートバイ。そういうことであればどちらの奥さんも説得できると思うんですね。エコで経済的で燃費も良くて災害の時にも役に立つと、もうここまで揃っちゃえばもうあなた買ったなってなるのにもう間違いないですね。はい。
というわけで、いやもうこういうこと言ってもう周りに誰もいないとですね、もう本当になんかお笑い芸人って大変なんだなっていうのをぼんやりと考えてしまいますね、はい。まあ、普段僕こんな感じです、でもあの電話来て結構真面目な方なんで安心しましたって言われてとってもショックだったことがあるんですけども、商売に関しては商売とそのオートバイのことに関しては真面目にやってますんで、分かんないことあったらいつでも電話ください。これ電話って意味です、はい。というわけで XLR の125、初めてで最初に最後になるかもしれません。非常にいいバイクです。どうぞこの機会によろしくお願いします。